皆さんこんにちは。湯殿山スキー学校の渡辺浩二です。今回は皆さんに僕のレッスンで実践しているトレーニングを紹介したいと思います。さて、皆さんが滑る上で一番大切にしていることは何ですか？OK、 素晴らしいですね。さて、それでは僕が一番大切にしているポイントをお教えしましょう。それはバランスよくスキーに乗るです。当たり前のことですよね。スキーっていろいろなシチュエーションを滑るから、常にバランスを意識して滑らないと良いターンが描けません。特に山周りの安定したバランスの良いポジション、切り替えるための足場作りができると切り替えも簡単になりますし、スキーを走らせることや操作もよりしやすくなりますよ。バランスの良いポジション、良い足場を作って自分の理想のスキーに役立ててください。